こちらは日光の竜頭の滝を撮った作品になります。この状況をですね、まず見ていただきたいということで撮った作品なんですが、まあ、非常に条件が悪い状態です。まずですね、雪が降っている状態です。まあ、どちらかというと、ふぶいている状態といった方がいいでしょうね。少しふぶいていてですね、フィルターにですね、水滴がついてしまっています。 雨が降ってるときとかですね、えー、吹雪の状態のときにはですね、えー、撮ってるそばからですね、えー、この吹雪がレンズに吹きつけてしまいます。まあ、これを抑えるために傘も差しているんですが、傘を差してもですね、やはりその傘を回り込んで、えー、入ってきてしまうという状態、よくあると思うんですね。まあ、なかなか難しいんですが、どのようにしたら対処できるかということをまず説明をしたいと思います。それはですね、えー、このようなあブロアですね。 撮影する前にですね、えー、まず雪がついていないか、もしくは水滴がついていないかを確認してですね、必ずですね、ブロワーでその水滴を飛ばす、もしくは雪を飛ばすようにしてから撮影をした方がいいです。まあ、このように光のない場合はですね、まあ、もちろん逆光と同じ条件になりますので、余計に目立つわけですね。ですので、このように、まあ、水滴の跡が残ってしまうということになります。早、はい、シャッターできるのであればですね、撮影寸前。 そして遅いシャッターで切るのであればですね、撮影途中もですね、ブロワーを吹き付けておく必要があるということです。まあ、今回の場合にはですね、まあ、その全体のイメージを撮るために撮ったので、まあ、水滴がついている状態で撮影はしてるんですけども、まあ、それでもなかなかですね、撮り切れないということが多いです。まあ、ただまあ主要な部分にかかっていなければ、まあ多少後処理でなんとかなるということも言えると思います。それでは実際にですね、撮った作品の作例を含めて、 この条件でどのように撮影をするかということについての説明をしたいと思います。まずはですね、こちらを早いシャッターで切った場合の作品を見ていただきたいと思います。5.6にして1 20分の1秒で撮っているということになります。まあ、このような早いシャッターで撮るとですね、水が、まあ、このようにブレってなるんですけども、やはり水面ですね、水面の反射がもう一つですね、やっぱり綺麗ではないんですね。それと水が、まあ、バシャバシャしてますので、 ちょっとイメージとしてはですね、雪のこのしっとりした落ち着いたイメージにはちょっと合わないので、これはですね、長時間で狙ってみたいと思います。それでは長時間で撮った作品を見ていただきたいと思います。まあ、先ほどと同じような状態でですね、長時間で撮ってるわけですけども、こちらは30秒の。 露露出出でですすね ISO400 30にしててて7.1のの絞りを使って30秒の露出で撮っ秒撮いますこの場合にですね、皆さんよく構図の中で気になる部分だと思うんですけども、上を入れるべきか、もしくは入れないべきかということですね。ここの部分です。まあ、ここの部分をですね、えー、むしろ下だけ撮った映像を見ていただきたいと思います。こちらがですね、2 2ミリ少し画角も変えていますが、少し下に向けてですね、 光を入れずに撮っているということですえ。見比べていただいてわかると思うんですが、同じ条件で撮ってもですね、えー、違いがあるのがお分かりになるでしょうかえっ、ー、と、こちらの方はですね、少しコントラストが弱いですね。で、こちらの方がコントラストが強いですよね。これはなぜかというと、この影響ですね。この空のこの光、この部分がですね、 まあ逆光線として、レンズの中に入り込んでくるということですね。ですので、少し画面を下にすることによって、このようにコントローラストが十分出てくるということです。まあ当然、ここの部分もですね、フード、もしくは傘でですね、押さえればいいんですけども、それでもですね、やはりこの映し込んでいる空がある以上はですね、どうしてもこのようにファレーションが起きてしまいます。まあそういうフード、傘などを使ってもですね、やはりどうしても映しているわけですから、 光が入ってきてしまうということですね。ということで、まあ、ここをうまく抑えて撮りたいということになるわけですけども、まあ、この構図の部分なんですが、下を入れてくると上が中途半端。このように一番最初のように上を入れるとですね、滝よりもちょっと周辺の部分との比率が多くなってしまいますね。ですので、まあ、滝の部分を中心にですね、しかもその上のこの小立ちの部分まで入れるということで表現するならばですね、モノクロが 適切であろうということですね。こちらはですね、モノクロに仕上げた作品。もちろん撮ってる絵柄も違います。こちらの方は画面が切れています。上の方を切っています。こちらの方上入れてるんですけど、まだ十分に出していません。ここの木ですね。この木を十分に出してですね、表現した方が、まあ、今回のこの作品においてはいいんではないかということですね。ですので、まあ、あとはですね、もう一つ、この部分です。見てください。まあ、撮影したのがですね、 3月15日ですから、もうすでに雪はだいぶ汚くなってるわけですよね。まあ、この状態でですね、カラーで再現すると、やはりこの、この部分とかこの部分のですね、まあ、汚さが目立ってしまうんですね。ですので、ここはあえてモノクロにしてしまった方が、この汚さはわかりませんよね。えー、会長の一部になりますから。まあ、ここ重要なとこなんですが、モノクロの場合はですね、白い部分、ここも階調になります。カラーの場合で言うと、白飛び。 この部分は白飛びの部分ということになるんですが、モノクロになりますとこれは会長の一部ということですね。このしぶきの白、空の白は同じ会長の一部ということになります。このようにですね、モノクロであるからこそ、まあ、許容されるというか、まあ、見て違和感のない表現というのはですね、モノクロの場合にはですね、 会長が白から黒への会長であるからということになります。カラーの場合にはこの白く飛んだ部分はですね、雪とは違う質感で白飛びというふうに認識されてしまいますが、モノクロの場合には白の会長の一部というふうに表現ができるわけです。撮影の場合にはですね、構造を優先して撮る。そして最終的にですね、会長を表現するためにモノクロをチョイスするか、それともカラーをチョイスするかというのを決めて撮っておくということが大切です。 まあ今回の場合にはですね、えー、この雪の面室がちょっとあまり綺麗ではなかったので、まあ、初めからモノクロにするつもりで撮っていましたので、このような構成になったわけです。水のですね、しぶきをあえて長時間の声で弱めてですね、そして、えー、全体のートーンをー締めるようにですね、この水の部分を少し多く出すことによってですね、全体の画面を締めて、 そして、この静けさを表現するためのモノトーンということで表現したのが今回の作品ということになります。こちらの作品はですね、ホームページの今週の作品というところにも出しておりますので、動画で見るだけではなくて写真の方も見ていただければと思います。